はいどうも皆さんこんにちは、ピヨツキチャンネルアップネシのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回仲間にしたキャラクターはこちら、まあランさんですね。ヤクモランさんでございます。かわいいという、まあなんかゆかり様のね、感じがひしひしと伝わってくるような絵ですね。で、まあレベル1ですけども、能力はですね、まあ自分の攻撃速度を上昇する攻撃と能力上昇 20% 緩和で、防御をダウンさせるやつとダメージ減少、ダメージ減少をもう一個かで攻撃を上昇させての、まあ能力緩和を防ぐやつっていう感じですね。はい、今回はですね、こちら銀の卵の特産地、教えてもらったね、パーティーの編成で行ってみたいと思います。まあ教えてもらったパーティーの編成はゆうかさんと小石ちゃんを入れて、でさらに残りのキャラクターは、まあ縦列攻撃って言ってたんですけれども、まあ全体攻撃になっちゃってますね。順番が火属性、水属性、地属性で、粘属性、光属性、闇属性、断り属性だったかなの順番でね、粘属性以外のキャラクターが出てくるらしいんで、それの順番でね、やっていきたいと思います。では、行きましょう。これ、勝てたらすごいいいぞ。まあ、とりあえず勝ちたいって感じですよね、今は。行きましょう。銀の卵の特産地。で、後ろのね、卵系のキャラクターですか。そちらのね、キャラクターはすごい初手でダメージ食らったぞ、今。やべえな。が、ですね、回復だけを行うっていうことらしいんで、はい。なんでね、そこんところを意識していきたいと思います。耐えてきますか、あなた。マジか。それはちょっと予想してなかったぞ。全部ワンパンでパパパパーンみたいな感じでいけると思ってましたよ。攻撃上昇。ああ、こういうのもあれやればいけたのかな。で、とりあえず、打っときましょう。リドルエッグ。こう貼るのはいいんですけどね、とりあえず怖いんで、ああでもダイヤモンドブリザードじゃダメですよね。まあアイシクルフォールしか無理ですか今のところ。はい、まあとりあえずね、小石ちゃんは防御最初に使うべきだったなこれは。で、使えない、休ませておきましょう。で、自分の攻撃を上昇させて、またや、なんかバフをかけるの忘れるの多いですね、僕。とりあえず、トリニタリアンラプソディ、オッケーです。ここを削って、で、うわぁ、すげえ回復量。マジかよ。じゃあ、幻想、今回復分ぐらいしかダメージ当たってないですね。こっちは入れ替えで、火属性の、キャラクターを先に出しておくべきかな。で、井戸の解放を使って、全体攻撃。グランブリーローズガーデン。これでいいですね。で、こちらが、粘属性の出番なんですよ。くぅ、トリニタリアンラプソディ。まあ一応ね、打っとくだけ打っときましょう。んで、あ、いけますね。月に村雲、花に風。この順番で OK だ。OK。で、自分の攻防を上昇させて、そこから、小悪霊復活です。倒せない。一体残ったぞ。どうしよう。貫通攻撃でいけるかな？小石ちゃんの SP がピンチだぞ、これ。くっ。これ誰が次行動しちゃうかな？あ、違う。休ませたいところもあるけどな。どうしよう。次のね、キャラクター出しておきましょう。冷戦。おー、よう耐えた。よう耐えましたよ。で、行こうぜ。小悪霊復活せし。で、小石ちゃんが完全に今お荷物状態ですね。うわー、でも、全員こっちダメだな。くそ、SP が不足してる。SP 不足は痛いぞ。どうしよう。SP が残ってるキャラクター、または回復ができるキャラクター。
入れ替えでレミリアさんかな、 SP 回復があるキャラクターで、自分の攻防速上昇からの、どうしよう、これはとりあえず防御を防速下げておきましょう。くー、本来使えるはずなのに使えない。で、幼きデーモンロード、くー、ここでねどんどんスキルを吐くのはちょっと忍びないというか、なんというかね、ちょっとあーってなりますけども、よいしょ。くー、まだか、まだ減りませんか。まあとりあえずコアクリを復活し、これだとね SP 回復がいけるんでね、死ぬことはないから、まあ小医者には防御を繰り返してもらいましょうか。マインドブローイング、くー、防御を上昇させて休ませましょう。でマインドブローイング繰り返しますよ。でこっちは、まあこっちも休ませましょうか。いらないキャラクターというかね、まあなんかここでは必要がないキャラクターはね、回復されるのはめんどくさいんですけども、まあ回復しか来ないことを逆にね取ってやれるだけやりましょう。で、こっちはイリュージョンシーか。うわー、耐えてきますか。完全にレミリアさん今お荷物じゃないですか。どうしよう、これ休んでもらいますか。ミラームーブ、ビシュッと、めっちゃくちゃいい音鳴り響いてますね。よし、よく来てくれたな小石ちゃんの出番、本当によく来ましたよ。でブランブリーローズガーデン、ワンパン、ワンパン、うん、ワンパンの前にダメージ当たったか。オッケーオッケー。で、あ、そうですね。こっちは残して縦列攻撃を入れましょう。オッケー、いいダメージですね。で、こっちは入れ替えましょう。翔ちゃんに入れ替えて、レミリアさんはどうでしょう。スカレットデビル使っていいですかね。オッケー。マジか、残ってる。こっちは速度上昇を貫通攻撃で倒しつつ入れた方がいいかな。 OK ですね。でこれでもうね小石ちゃんがやられる心配が今のところ消え去ってるんで、まあこっちもねアタックするだけして、どうしましょうこれ。あー、無限回復、くー、どうしよっかな。入れ替えで、ここで優香さん投入して、で、OK ですね。ミレニアムの吸血鬼からの、これだったらどうすればいいかな。レミリアストレッチ。どん。く、減らない。で、ブランブリーローズガーデンが打てるようにするには、まあ、休ませるしかないですね。で、こっちもね、次必要になってくるキャラ、あ、次違うか。じゃあ全体防御を一応入れておきまして、全体防御を入れて TP は上がってないから、CT 現象も入れて攻撃をしましょう。でこっちはユームを入れてからの、もうなんかガチで攻略にかかってますね。全体攻撃よし、1体削ればね回復量も減りますから。で、幼きデーモンロードは一応攻防なんでね防御力もアップできるんで入れておきましょう。で、その状態で、ストレッチをさせましょうか。よし。これでどうだい？よし。うわー、くそ。井戸の解放が使えないのか。でもまあ、いけるはず。ブランブリーローズガーデンからの、月に村雲、花に風。よし、後ろのね、ヒール系を取り除きました。で、これまずいじゃん。翔ちゃんいたらやばいやつじゃねえか。闇属性攻撃を持ってるのはおりんちゃんですね。行きましょう。で、こっちが逆に SP 不足してますがな。とりあえずレミリアストレッチ行きましょう。よし。もうなんか一パート使って全部これに関していった感じですね。はぁ、大変だこれ。とりあえずね、なんとかクリアですね。はぁ、じゃあ、なんか強敵マークやりましょうか。どこに残ってるかな、強敵。そこまで強くなく、すぐ終わる強敵がいいな。エリア6ですか。まあまあ強いぞ、それ。おう。
他のもう一個はどう？あー、こっちにしましょうか。淡水怪魚のフルコース。怪魚のフルコースとかあんまり食べる気にならないな。もうこれでいいのかな。一応新しく入れたねキャラクターも入れていきましょう。アップしてたよね。あ、してますね。よかったよかった。で、じゃあ淡水怪魚のフルコース召し上がっていきましょう。さて、早く終わってくれたらいいな。うー、予想以上に怪魚だ。てか完全に人型が混じってますけど、あなたこれ食べるの？うえー、おりんちゃんが追い詰められてる。チェックメイトだみたいなね。とりあえず音量憑依要請からの、あれ今更ですけど、音量憑依要請ってあれじゃないですか、あの、非属性おりんちゃんが、普段使ってる、非属性の技、あれの名前って音量憑依要請じゃありませんでしたっけ。とりあえず、まあ、ヘカーティアさんも、トリニティアンガース、ラプソディ、まあ、レベル差がちょっとありますね。これは、勝ちか。障壁を入れて、とりあえず雑魚だけでも、一掃しておきましょう。一掃できてません。なんでやねんっていうね。ドンと。オッケー。ここからどうしましょう。サブにいいキャラクターいたかな。今何回復させた ?TP? ちょっと見ましょうか。なんだ?味方全体の TP 増加。危ねえ。雑魚飼ってなかったらかなり危なかったんじゃないですかね、今の。で、あ、じゃあ水属性の攻撃。持ってるんでやりましょう。お、4000。このダメージはでっかいですね。キャー、イクさんって感じで。まあ、とりあえずね。水属性攻撃。行きましょう。あ、重烈だったか。串田炭火焼き?おぉ。なんか、有効な入れ替え候補。あ、いたわ。ゆいこ様。まあ、その前にね、倒さなきゃいけないんですけどもね。オッケー。これでね、あれ、ミスティ死んでない。マジですか、ミスティさん死んでないですか。まあ、全体攻撃で死んでくれるでしょう。まあ、死んでくれましたね。まあ、ちょっと、よく耐えましたけども。で、防御、ダメージを入れる前に下げておきまして、本命登場。防御を下げて、防がれた。下げる意味ないじゃないですか。よし。で、センスオブチャレルブロスさん。オッケーです。イクさん倒しましたね。オッケー、ステージクリアです。ずいぶんなんか時間かかったけど、あれですね。ゴールドエッグ、美味しいです。はい。まあね。これくらいにいたしますか。はい。じゃあ、今回はここまでといたします。ここまでのね、ご視聴ありがとうございました。次回はね、こちら、廃墟へ通じる風穴が多分ね、通常ステージで残ってる、強敵以外がね、残ってるやつでは、今んとこ出てるのはこれだけだと思うんで、そちらの方をやっていこうと思います。では、今回のご視聴ありがとうございました。じゃあね。